まずは台上技術を連続して行う下級練習だ。일단처음에한건플립연습으로서이제상대방이공격을주지않았을때대비하는훈련입니다이제그훈련을할때는이제자기가그득점을낸다기보다다음에공격을잡을수있도록유도를할수있는플립이나이제스톱이나이런거를중점적으로해야됩니다時折来る長いボールに対してはフォアハンドドライブで対応する。この判断を素早く行うことが大切だ。